僕はもうこれから一生あの党から報酬もらえませんので、もういりません。何するかというとテレビ売ります。チューナリステレビ売ります。株式会社立花隆で作りました。今回の件でよく分かりました。誰が僕のことを信用してくれてて、誰が立花のことを、まあ、信用してないかっていうかね、よく分かりました。もうはっきり言います。在庫一斉処分です。どっかで頼もししなきゃいけないんですよ。ずっとまあちょっとサボってましたけども、今回確かに眠れない日々が続きました。でそれ眠れない日々が続いた理由っていうのは、別に自分の地位がなくなるとか党が壊れるとかそんなんじゃないです。やっぱり首を切っていかなきゃいけない人がいる。そこに僕はまあ申し訳ないな、能力ない人はどうしても、まあ能力がないのはいいんですよ。能力がないのに必要以上のお金をくれっていう人は切らざるを得ないんでね。そこにきっとそういう人って大体逆ギレしてくるわけですよね。でそことぶつかるのはもうある程度はぶつからなきゃいけないんで、体力の消耗、精神の消耗があるから、はあ、また人切らなあかんか、黙って言うと、言うこと聞いといてくれたらいいのになって、その思いですよ。それが痛いだけです。で、あの僕は女の子の扱いをしたことがないということを思ってる人が大勢いるかもしれませんが、私もともとパチプロ の胴元をしてまして、女の子32人ぐらい最大抱えて毎日女の子に指示出してます。20代30代の女の子たちです。大体キャバクラで引っ張ってきた子ですから。女の子の扱い、実はそこの時にもう10年以上前に経験してるんですよ。こういうことになるって大体分かってたんです。だから見てたんですよ。全然全ての経験が、あのこういう法律のこと詳しいのは NHK 時代に身につけたし、女の子たちを、まあ、管理っていうかおかしいけど、こういう若い女性がね、大体小さい集団作ってお互いが悪口言い合いながら陰口言っていく。でそういう中で誰が俺の悪口言ってるのかこう聞き出していくわけ。そんなん勝手に言ってくるから、もうそれ分かってたんで、だから全部そういう意味では、まあ、想定してるっていうとちょっとあれですけど、ただ僕の中で嘘をついていないのと、お金が気に汚いことをしていないっていうことを言えるので、全てフルオープンしても何にも怖くないんですよ。そこは僕の武器でもあるし、まあ、強さなのかな。で別にお金が欲しければこうやってテレビ売ってることもできるし、あと選挙のねコーディネーターを僕がなぜ裏方に回った方がめっちゃ伸びるんですよ。僕のダーティなイメージでうちの党前ダウンと票損してるんで、例えば僕が裏側で令和新選組の選挙プロデューサーとか入ったらすごいですよ多分。おそらくね、令和さんの選挙とか見てたら金の使い方下手やなと思うし、まあもちろん維新の会とかのプロデュース後ろで入ったらそれは全然やる自信ありますよ。もちろんそんなことしないですけどね、まあ、もちろんこれから NHK 党のプロデュース、もちろん政治家女子法廷等がそれなりにちゃんと信頼できるっていうかね、あの代表権がある信頼できるっていうね。僕は大津彩香さんは信頼できる人やと思ってますからね。信頼できる人、それはなぜか、彼女は本当に他の女の子を守ろうとしてましたよ。それはもちろん分かってます、聞いてます。そのために彼女も戦ったし、彼女は一昨日の場に出てきて堂々と意見言ってましたよね。素晴らしいじゃないですか。あれがこれから世に出ていく政治家でしょ。ぶつかってきてくれたらいいんですよ、僕みたいな。ある意味めちゃくちゃ怖いと思いますよ、僕なんて。誰と多分論争しても負けないっていう変だけど、それこそ西村平君なんかで、なんか出たためのこといっぱい言ってるけどさ、なんかまるで立花のこの政党が資金が枯渇してるとかさ、何言ってんだろうな西村平君って感じで。いつも出てきなさい西村平君、いつでもコテンパンにしてあげるよ。なんか西村平君と川上さんが今度リハックで2人で俺の番組中らしいわ。そのレベルなんだろう。すいません、高橋さんから電話来たから、もうだってあまりにも俺がやりすぎたから、あもうぜひとも川上さんのフォローしてあげてくださいと。で川上さんの言い分を西村ひろ君が聞いてこうねやるみたいな、まあ、それでちょっとぐらい中立になるからいいよ。でももうその人程度の人なんですよね。でまあまあそのなんで西村ひろ君の悪口になったのかあれですけど、僕はだから対談とかしてももう全然こっちは悪いことも嘘もついてないから、はい、どうぞなんですよね。その僕に大津彩香さんは果敢にね公の前でぶつかってきてくれたことは、あの子はすごいな。逃げないじゃん。あの子本当に100万円受け取ろうなんてしてないよ。テストしたのよ。
だって本当に100万円欲しいんだったらとっとと持ってくるじゃん、100万円の契約書。でもそうじゃないね、あの子は別にお金じゃないのよ。だからただ俺らはそう叩いたよ。ただ大津さんは全然そうお金のことじゃない、あの信念がこれからこの国を変えていく女性政治家として僕はすごく必要だと思う。僕は経理のことは詳しいですよ、会計のこととか経営のことは得意ですけど、ああいうなんていうかな、大津さんのような感情ある、どっちかって大津さんの感情っていうのは大衆に近いんじゃないのかな。僕はあまりにも計算高くて大津さんの涙があまり理解できなかったんですよ。でも普通に考えたら大津さんの涙ってめっちゃ普通でしょ。急にね、国政政党の党首をやります、それは彼女だけじゃなくて他のね、それこそ女の子たちのことを考えたら、自分が代表して政治家女子法廷党の子たちがちょっとでも当選の可能性が上がるようにって思って多分引き受けてくれたと思います。だから彼女のそういう意気込みっていうのはすごく素晴らしいと思うし、彼女を社会がね抹殺するんじゃなくて、彼女がやりやすい環境っていうのをこれから我々おじさんたちがもっともっと整えていく、それをこういうことを大津さんがちゃんと代表権を斉藤君に渡してもらうなり浜田君に渡すことによって見てる人が素晴らしい、だからお金を貸してあげよう、もっと頑張って女の子たち社会進出やってください。だから本当に僕は今回の騒動はプラスにしかなってないと思います。で、黒川君にも喧嘩するんじゃなくて、本当にその7000万円はさすがに5年で払いすぎだから、もう少し現実的な話を黒川君とはしたいと思ってます。翼の党として活動する資金について月いくらぐらいが妥当なのかについて、それは大津さんが代表をされるならしてる場合はできませんけども、私はそこは翼の党さんとこれ以上喧嘩するつもりは、黒川君とも喧嘩するつもりはないので、昨日の動画でも出しましたが、まあある程度の方が納得できる金額でね妥協したいと思ってます。ということで、ちょっと一方的になりましたが、僕の方からは以上です。